千葉県立船橋高等学校は、千葉県船橋市東船橋6丁目にある県立高等学校。通称、船高、県立船橋、県選単に、船橋高校と呼ばれることもあるが、同名の高校が複数存在するので、特に区別する必要がある場合は、正式名称か上記の通称が使用される。千葉県の進学指導重点校。 文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール指定校。県立千葉、東葛飾とともに、千葉県公立後三野と呼ばれる。自他敬愛の精神に立って、互いに切磋琢磨し、先進見学の工風を受立する。創造的な知性と、円満な特性を培い、社会的に優位な人材を育成する。強靭な体力と、旺盛な気力を養い、自学、 自立を通して実践力のある人間を育成する。勤労を重んじ、進んで学習環境の整備に努め、明るい学園を建設する。これらの方針に基づき、生徒が学習や部活動に生き生きと活動する、環境づくりをさらに推進するとともに、生徒一人、数との夢の実現に向け、きめ細やかな教育活動を展開する。本館、南館、新館のほか 体育館やセミナーハウスなどが設置されている。温水プールが設置されている。グラウンドは陸上競技トラックを有する上、グラウンドと第二次世界大戦期に利根川放水路として掘作されたものの戦況の悪化により工事中止となり、その後用水路が船橋ルートからケミ川ルートに変更された後に売却された用地である下グラウンドに分かれている。 県立船橋高校は部活動が盛んであり、部活加入率が120%を超えている。全員が入部しているわけではなく、複数の部活に入部している生徒が多いため高い、加入率になっている。県部文化が盛んであることも、この高校の特徴である。以下、過去に存在した団体についてはお付けている。ありがとうございます。